皆さんこんにちは。殺戮の天使レイチェル役を担当しています、千須賀遥です。この度は第五人格と殺戮の天使のコラボでまたレイチェル役を演じることができて本当に嬉しいです。レイチェルは自分は罪を背負っていると思い死を望む少女です。彼女は天使なのか生贄なのか、第五人格の荘園にてどのような姿を見せるのか、ぜひ今回のコラボを楽しみながら一緒に彼女を探っていきましょう。皆さんこんにちは、岡本信彦です。第五人格の探偵の皆様とはもう長い付き合いの友達ですね。この度はコラボを通してザック役として皆さんにご挨拶ができて本当に嬉しいです。第五人格と殺戮の天使のコラボ、おめでとうございます。ザックは攻撃性がとても強い男、脱出する際には彼に捕まらないように。I've been watching you.